詰めてあのファンの方に届けたいんですけど、実現したっていうことは本当にあの皆さんに今回は感謝ということで、マイグラティチュードですかというタイトルで出させていただくことになりました。もう39年ぶりですか、はい、ですからもう本当緊張しましたね。まさか歌うとは思っていませんでしたので、こういう 歌を歌いたいとか、こういう詩を書いていただきたいとかっていうのをディレクターの人と何回かお会いして、あの意見をこう言わせていただいて書いていただいたんですね。だけどその度に誰かそうよ、誰かさんの言葉たち抱きしめた、誰でもそして誰だって語りかけるみたいに、お元気ですかじゃないですけど、ちょっと一言なんかこう入った方がいいかなっていうところから始まって、あの詩を考えていただいたんですけれども、今の等身大のような詩で書いていただいているので、ずっと変わらず応援してくださっているファンの方にあの一番に見ていただきたいなと思いまして、あの作らせていただきました、はい、あのいつもあのファンの方、あのファンサイトをね、あの落ち込んだ時とか読ませていただいて、本当にあの励まされたりとか希望を持ったりとか、なんかこう、はあ、まだやっていきたいなって思わせてくれるファンの応援っていうのは本当にありがたいなと思いまして、本当感謝してるんですね。